おつまるおつまるということで、本日の動画なんですが、僕ね、前に青色のフィット乗ってて、それをまあちょっと売りましたよっていうちょっとお話をしたんですけど、まあ知らない方は青色のフィットが出てる動画が過去の動画にありますんで、そのフィットを打ったんやっていう、そうね、はい、まずそこからストーリーを遡っていただきで、今日の話なんですけど、はい、まあその青色のフィットを打ってフィットを買いました。またどういうこと？フィットからフィットに乗り換えました。ちょっと全体映してもらっていいですか？これね、何が変わったんやと、なんでお前はフィットからフィットに乗り換えんやったんやと、はい、ちょっとまずその話からしていこうかなっていう、ちょっとフィットの紹介とで、ちょっと明日セントラルサーキットね、兵庫県の総合会で走りに行くんですよ、このフィットで。はあはあ、なんでちょっとサーキットの前になんかどんな準備があるんやとか、はい、ちょっとその辺を事細かくね、ご説明していけたらなと思っております。行きましょうか。出てきてもらおうぜ。レッツゴー。竹中ファクトリー。おつまる。おつまる。ということで、フィットからフィットに乗り換えました。で、前のフィットが前期型のね、ge8 っていうフィットでした。はい。で、あれは一応5速マニュアルやったんですけど、うん、今回この乗り換えたフィットが同じ ge8 で後期型。はいはい。で、マニュアルが6速になってます。5速から6速になってますね。おめでとう。はい。ミッションがね、1速増えました。前も言ってましたもんね。そうなんですよ。5速やとちょっと踏み切りが早い、高速道路でみたいな以前動画で出したんですけど、まあ6速になってそれがなんとなく解消されているような気がしてます。まだ乗って1ヶ月も経ってないんですけど、ちょっと今日はね、このフィットの軽い紹介とやっていきます。はい、はい、でまずこのフィットなんですけど、はい、これちょっと前の顔面がね、前期型とちょっと違うんですよ。ヘッドライトの形とか、ヘッドライトの形から違う、はい、なんか前期って可愛いイメージやってん、でもこの後期ってなんかシュッとしてる、バッタとキリギリスみたいな感じ、ね、バッタが可愛くてこっちキリギリスでちょっとスタイリッシュになってるみたいな感じかな。でまあこれね、ちょっとエアロが変わってるんですよ。無限のね、スタイリッシュエアロみたいな感じやったと思います。でこの横もね、これなんかデイライトみたいな感じでポンポンポンと光るんですよ、これ。ここが光る。これね、何の明るさも感じないんですけど、とりあえず光ります。ホイールはもう僕前はビッツ乗ってました。はい。でその後青のフィットに乗り換え。はい。でこのフィットに乗り換え。はい。もうホイールは同じです。ずっと4欠の。ずっと4欠。7J のプラス41。はい。タイヤサイズが195/55です。はい。はい。でこれはもう通しですね。そうですね。でこれ後ろね、横はもう何もないです。はい。後ろも土順。はいはい。で前期後期でバンパーがね、ちょっと後期の方がこの角張ってるというか、ちょっとワイドに見えるようなイメージのバンパーの形になってます。だからなんか前期のフィットにこの後期のバンパーをそのまま作れるみたいなんで、そういうチューンをしてる方もいらっしゃるみたいですね、フィット界隈では。そうですね。なるほどね。はい、ちょっと勉強しました。でこれマフラーね、マフラーはこれ柿本、はい、みんな大好き柿本マフラー、かっこいい。色がいいよね。色がいいよね。でもそんなにうるさくないです。聞いてみます？お願いします。レッスン。聞いていただけましたか？はい。めちゃくちゃなんかジェントルというか、静かちゃいます？いや、ほんまに静か。中間が多分真ん中の中間が純正なんですよ。でリアピースだけこの柿本に前のオーナーさんが変えてる感じですね。そうですね、はい、まあまあ静かでいいんちゃうかなっても思ってます、はい、これ結構ね、はい、純正なんですよいかにもなんかやってますみたいなこれね、めっちゃ純正なんですよ。そうなんですね。で、まあ、これシートね、シートはこれはランサーエボリューション、皆さん大好き須藤恭一、これね、これランサーの純正のレカロ、セミバケットですね。じゃあめっちゃいいじゃん。シートでついてます。はい。はい。でもハンドルね、ハンドルがシビック。ほうほうほう。シビックの純正。はいはい。ですね。FD2 やったかな。はははは。かなんかの多分純正。でなんかフィットのステアリングの径よりちょっとだけちっちゃいみたい。でも思ったけど前の前期のハンドルよりなんかちょっとだけちっちゃいような気がする。35パイから33パイみたいなイメージ。あ、なるほどね。はい、握ったことある方はわかると思いますこれで。確かにちっちゃいな。あとは本当にノーマルなんです。はいはい、で一応ねタワーバーやったりとか、こんなフロアバーとか、あと上のピラーバー。うんで下のなんかトランクバーみたいなバーはようさんついてます。バー関連はようさんついてます。その辺は結構ガチガチなんですよ。本当は見せたいんですけどちょっと中汚すぎて今は見せれません。見せれる状態じゃない。見せれる状態じゃない。じゃあなんでお前綺麗にしてから動画撮らんねんという思われる方もいらっしゃると思います。僕ってそういうやつなんです。これね足回りなんですけどこれちょっとだけ下がってるんですよ。でこれが車庫長じゃなくてね昭和っていうところのなんかスポーツショックみたいなが入ってます。なんでまあ車高調じゃないんで車高の調整はできません。ちょっとだけこの乗り味が硬いかなっていう感じなんでまあまあとりあえず走れるかなっていう感じなんですよね。フィットはまたちょっと小綺麗にして中も見せれる状態にしてまたちょっと説明しようかなみたいな。でね明日ねこのフィットでセントラルサーキット、はい、皆さんご存知でしょうか。兵庫県高郡にあります、はい、セントラルサーキットですね。そこにちょっとこのフィットで走行会を走りに行こうかなと思っておりましてで一応ねこれタイヤねサーキットのさその走行会行ったことある人はもう分かると思うし、はい、あんま興味ない人はもうここスキップしてもらってでここからはもうサーキット今から走りに行きたいけどどんな感じやねんみたいな。確かにね走行会ってどんな感じなのみたいな、はい、どんな準備をしたらいい方に向けての動画です今回。これまずタイヤねタイヤが一応グッドイヤーのイーグルスポーツですね、はい、一応まあハイグリップタイヤです、うん、はいでまあ先ほども言いました、このフィットでいうと195555、うん、であとブレーキ周り、ねうん、とりあえず起き手としてサーキット行くんであればタイヤとブレーキ、うんはしっかりしておこうねっていうところですね。でまあブレーキを何をしっかりすんねんいう話なんですけどまあその何やろまあブレーキパッドの残量のチェックとかさ、うん、あとまあブレーキオイルの全量交換とか、うん、その辺はサーキット行く前にしてた方が安全かな。確かにね。であとサーキット終わってからもブレーキオイルの交換、うん、ブレーキオイルって結構エア噛むんですよ。熱が入ってエア噛むんですけどうんうん、サーキット終わりって結構ブレーキが甘くなることがあるんでとりあえずまあサーキット行く前と終わった後はブレーキオイル僕は交換します、うん、まあしてなくてもいいと思うんですけどね僕は念のためしてます、うん、あとは空気圧のチェックやったりとかっていうのがあるんですけど空気圧のチェックっていうのはもう事前というかサーキット走行前にサーキットにエアゲージもありますし多分誰かしら持ってると思いますあとジャッキあとまあ十字レンチであとトルクレンチ、うん、この辺は絶対いるかな、うん、であとまあまあちょっとした工具箱というか自分でちょっとできるぐらいの一式はトランクに詰めていきましょうということですね。であとまあまあそのさっき言ったけどブレーキオイルのついでにエンジンオイルとかさオイル系オイル漏れがある車とかあと走ってたら漏れちゃったりとかして、はいはい、赤肌とかね、はい、サーキット内でオイル巻くとえらい金額いきますんでちょっとなんか不具合がなんか出てきてるなとか、うん、なんかそういうことがあるんやったらあんま行かないことをおすすめしますね。僕前シルビアのパワスで壊れた時みたいになんか嫌な予感がするなっていう時ってほんまに嫌なこと起きますんで明日気をつけてください。無事帰ってこれることを祈ってます。このフィットの戦闘力というか、はい、初めてこのフィットで走るフィットのタイムってどんなんやろうみたいな、うん、ちょっとレポート、はい、していこうかなと、はい、思ってますとか言いつつね前のフィットもそんなこと言うてたんですけどまたね乗り換えてねまたフィットからフィットにまた乗り換えたりとか、はい、フィットからまた違うやつに何か乗り換えるかもしれませんけど、はい、僕はそういう感じのことがしたいということでね明日とりあえずセントラルサーキットに走りに行きます、はい、でフィットからフィットに乗り換えましたと、はい、いう動画になっております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでご視聴してくれた皆さんもね、はい、本当にありがとうございます。毎日ありがとうございます。毎回ありがとうございます。はい、竹中ファクトリーを応援してくれてる皆さん、それだけが僕の頼り、命乞い生きがい、はい、生きがいになっております。すいません、はい、日本語弱くて。ということでね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。無事に周回していきますんで、はい、またその動画もお送りしますんで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。おつまり。